あ、また教師。あ、師匠教師。あ、教師。はいさい。はいさい。はいさい村ですね。はい。ウッドキ、これはもう完成ですか、これ。完成ですよ。すごいよね。だいぶ広くなった。師匠とモーリーが相当頑張ってましたからね。すごいな。師匠空調服待って待って、まず師匠みんな師匠待って一人だけタイムスリップした師匠寒くない、ジョンタイラーになってる、ジョンタイラー暑い、あ、暑い暑いよって、さすがに俺師匠さっき朝一番寒かったから、うん、長袖着てたわけ。あ、着てた、うん、師匠やっぱ今日寒いんだねって言ったら、うん、中からこの空調服着ててあれこの人脱ぐ気満々やな、おしゃれと思ってね、もしかしてと思って多分推進力が出ると思ってるんだ、推進進めるみたいな風で楽、歩くのが楽、うん、そういうのにさすがに15度以下は着るって、さすがに15度以下15度以下は着、うん、るボーダーライン、この岩をそのままにするっていう、うん、いい感じだね、うん、これもまた師匠、こっち足ぶつけたら痛いからこっちテーブル作るのどんなかって、おこの間足ぶつけたわけよ、うん、死にいたよ、あ、小指痛そうだな、こうサンダーで削って、これ丸くして椅子にして大変だな何日もかかるか、そうそう、どうしよう、あ、師匠だね、これガジュマルっすね、ガジュマル、あ、ガジュマルの今日、マスカ、こっち上、ここに植えて、でガジュマルって締め付けの木とも言われてるんですよ、はい、根っこがこうやっていい感じにこう、根っこが広がるかもしれない壊す気満々だ、フットデッキも追う、根っこを切っていけばうまくフットデッキも守れるよって言ってるな、面白いな、じゃこれはこれで可愛いかもしれない、あ、2でいい、ガジュマル、あ、可愛い、可愛い、可愛いな、確かに可愛いな、ここに確かに土とか植えれれば、うん、いい感じになりそうだね、これ不要で埋まるよ、これ枯れ葉があるから、うん、こんな感じか、あ、いいです、キジムナ寄ってくるな、うん、これにキジムナーがね、ついてくれたらいいですけどね、うん、はい、大きいガジュマルの木にはね、キジムナーは沖縄の妖精ね、はい、そして今回は巨大水タンクを作ろうです、水タンク、あら、僕屋上とかであるさ、はい、沖縄ではあるんじゃない、県外は分かんないけど、あ、県外はないのか、あんまりないかもしれないね、あ、そうなんだ、うん、沖縄だけだと思う、このファイバーで作られてる巨大水タンクあるさ、丸くなってる、はい、ないか、アパート、県外のアパートで、アパートだったら1階にあるやつ、そうそうそう、吸い上げるために今はアルミになってんのかな、ステンレス、ステンになってんのか、ステンレスが多いね、ちょっと今回それを作ろうってことですね、一から、あら、ステンレスで、ステンレスじゃなくてファイバーで、で一応水は確保するようにあっちに溜めてるんだけど、雨降るじゃん、はい、こっちから、はい、で流れてこっちに溜まる、ここに落ちるだけなんですよ、ちな、今溜まってます、これぐらいもう満、ほぼ満タンっすね、でこれが6発あるんですよ、リットル以上溜まる、で満タンなんだけど移す容器が、廃材村の中での巨大タンクがこちら、ほぼ満タンなんですよ、タンク、巨大なタンク欲しいなってことで、まあ、巨大タンクを作ろうってことですね、で足りないんですよ全然水、廃材村意外とね、バナナだったり、まあ、いろんな植物、約151種の植物を育ててるんですよ、マジでポケモンみたいな、うん、このもう森、ハイサイがこの水をあげてるみたいなのもありますからね、大規模な、うん、水がないと山が枯れるぞってことで、うん、ちょっと巨大水タンクを作ろうです、あ、南部じゃない、あ、北部、うん、あ、南部と思ってたんだ、一緒一緒、そうそう、あ、え、南部と思ってた、南部と思ってた、違う、師匠場所知らんかった、師匠こっち来るとき毎回目隠しされてるんですよだから、多分南部と思ってたんですよで、水タンクなんですけど、はい、こういう風に真四角で作ろうっていう、けどこれだったら壊れるらしい、水入れたら、ま、満杯に壊れるよ、水圧が耐えれない、うん、水圧が耐えれないから、こういう風な水タンクを作るのが理想、円柱状ね、円柱状のやつ、とりあえずこれを目標にちょっと今回は作ろうと思います、細かい、細かい、曲がる木があるんですよ、こちら、ちょっと曲がるとは思うんだけど、あんなに曲がるかってぐらい、うん、お、待って、はい、今、めき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 って今、
ミシミシってやった、うん、香ばしい音が聞こえたよ、香ばしい音は、うん、先ほどミシってなったよね。ミシってなった、ちょっと危なかったね。危なかった。これ、師匠曰く、うん、水をかけたら曲がる的な。え、そんなすごいな。オッケーって。で、これを真ん中に置いてゆっくりしなっていくよって。結構重いよ。怖っ怖っ怖っ。さあどうなる。離せよ。うわあ、めちめちなってない。なってない、確かに。うん、あ、時間が経ったらこれが沈んでいくよって、今に見とけって言ってますね。そこまで言ってたんだ。ちょっとここ GoPro でちょっと回すか。おーおーおーやば。おー、いったいったいった。師匠、音聞こえんから。ミシミシ音分からんから。ちょっと 今のはミシって聞こえてたら。でもこれって1枚が4分の1の。待って、今ミシミシポンってなった。今ミシポン、ミシポンっていう YouTuber いそうだろ。美容系、美容系 YouTuber でしょ。で、これ反対にしてみてってんの。あ、取れてんのかな。移動かな。あ、違う、裏返して。確かにさっきより曲がってる気がしたな。なんか曲がりやすい気がする。うん、曲がりやすい気がする。じゃあ、ちょっと見るよ。はい。あ、これはちょっとあれだな。あ、待って、教師。あ、師匠、教師。あ、教師。まあ、そっか。師匠は右聞こえないですよ。右聞こえないから、右聞こえないから、右聞こえないから分からんかった。これは仕方ない。笑った。仕方ない。だけど、割れた音ではなかったね。割れた音ではなかったね。まだまだ割れた。ミシってだけで。普通のベニヤだったら割れてるね、これは。普通のベニヤだったね。一回じゃあ見てみますか。うん、今のミシは多分大丈夫なミシかもしれない。いや、今、うん、まあ、青ミシ。うん、さらに、さらにミシポンしようとしてる。ちなみにだよ、これ4分の1だ、1枚が。4分の1だね。これあと1枚来たら、もう半分になるわけよ。うん、でかっ。死に巨大タンク作ろうとしてるさ。あれから30分ほどやったけど、こっち、はい、押せって言ってる。あ、すごい、7個やってる。ちょっとミシポンいってるね。ミシポン、あ、ミシポンいってる。美容系、美容系 YouTuber ミシポン。またバキポンになる、バキポン。あ、これは綺麗な円柱ではないな。ガチったらこれでも、ってかこれが平均の水タンクの大きさに。これぐらいだね。うん、あ、師匠はいけるって言ってる。お、お、本当だ。お、お、バキポン、バキポン、バキポン、またバキポンに進化しようとする。グラップラー、バキポン。持ってるから。うわー、やば。あ、けどなんか、あ、けどいけそうだ。いけそうな雰囲気もするな。すごいやつ。あ、ストップストップストップ。もうやめた方がいいな。ちょっとびっくりするか。ラブドッキュンですね。ラブドッキュン。ハート、ハート、ハートにメールよ。あ、ハートにメールよって。あ、ハートにするかって。ハートにするかって。師匠、最近のハートこれで落ちて。ここにあれ打つんですよ。すごっ。柱打って繋げるわけよ。なるほどね。こう角にくっつけることによって90度が取れます。これで1m? 1m。 これを、あ、一旦ここに中に貼ったら中濡れない。あ、それは濡れないから。あ、外に塗るか、それか。そう、ぶっ壊す、バンミカス。いきますよ、これ一回中打てって。うん、初めにこのピンを濡れるように固定したらって。これ塗るとき横にしないと塗れないよ。多分今くっつけるときじゃん。くっつけるだけ。うん、多分引っ張りやすいとかじゃん。塗るとき横じゃないとダメ。ダメだ。落ちるわけよ。縦に塗ったら、じゃあじゃあファイバーがこんなに剥がれてくるわけよ。よしよし。これは取るの分かる。取るの分かる。分かる。4枚目、あ、多分開いた側にやるのはず。おお、わお、お、やっちゃいそうだね。これはいいよ、これは
か、一旦ストップね。一旦ストップ。撃て撃て。ああ、違う、先に撃てって。いいのかい。下撃った。下撃ってない。下撃つか。こことここの面がくっつかんとけんば、本当は。そうだね、これ隙間できてるから。曲げた状態だとちょっとね、綺麗に見つかないんで、密着しないんだよね、うん、で今まっすぐにした状態で打ってみようの。打ってみる。そうなんですね。で、その後に曲げる、うん、斜めの。ここが今まっすぐになってる状態ですね、うん、こうまっすぐの状態。あ、ちょっと下が隙間空いてるかも。ちょっと待ってよ。さあ曲げてみよう。一周するのか、本当に心配になった。怖っ。 あやばい。ちょ曲げろ。まだ大丈夫。スーパーくっついてるね。うん、綺麗にくっついてる。だいぶゆっくりピッコね。おー、回るだ。すごっ。すごっ、すごい。そこきつそうだな、うん、ちょっと待ってよ、やばいかもな。ゆっくりくれっか。さあ、あれがこれをくっつけばいいですね。ダメだ、わからんだこれ。あ、やばいやばい、やばい。こっち板が、ね、ビスがなんかダメそうだね。うん、多いのところダメそう。こっちもうちょっと浮いてる。ビス取った方がいい。一回抜くか。一回戻す。一回抜くか。こっちひびあってね。こっちね、もうこっちひびあってるからな。ギリだったかもしれない。あ、うん、はい、うん、押し込め。するこれも。うん、全部これあれだ。わかった。これ中さ、これ外さ。あ、外の方が。あ、打って。長さ違うわけよ、絶対。長さ違くないといけないわけ。だけど板の長さ一緒さ。うん。あ、合わないのが普通か。合わないわけよ。普通に合わないのか。なるほど。なるほど。あ、大回りするからか。そうだね。その分ぴったりなわけがないわけよ。これ要は今ベニヤ伸ばそうとしてる。ベニヤ伸ばそうとしてる。伸びはしないやさ。曲がってもさすがに。そういうこともあるわけね。なりますね。さあ、どうだ。あ、調整としてほしい。お、お、円になるぞ。ステージ回ってる。すごっ。スライムみたいな形になってる。なんか、綺麗な円でもないな。綺麗な円でもない。いい、いい。来たぜ。あ、足。あ、いい、来た。来た。ぴったり、今ぴったりに行こう。中に入らんとけん。中に入って。酸素あるか。足90センチあるはずだから。よし、上げてもらっていい。足90センチあるでしょ。上げてもらっていい。酸素の中で打って、中で打って。長さは何、これがいい。中で打って、うん、これじゃないな。中にある、中に入ってる。中に入ってる。下にある。こっちにある。それでいい。それだな。入れそう。36歳おじさん、早く早く入ってバランス感覚いいおじさん、早く。じゃあ腰に自信に行き、おじさん早く。行けよ。行け。肩に打ちすぎた俺。あと1本打って。これは打っとけって。これは打っててもいいけども、ここにも打って。打つべきなんじゃないのって。お、そんな頭してる。それ入ってる。さすがに。いや、師匠はその方が言わないよ。さすがに打つべきなんじゃないのって。師匠はその方が言わない。末っ子なら打つだろうって。いくよ。いいよ。どう？おお。あ、いいぐらい。あ、いい感じじゃん。あ、いい感じの丸。綺麗な丸になったか。ちょっとこれいらなかったかもな。確かにこれ余計だったかもしれない。これいらなかったかもしれない。取ったらまた大変だ。取ったら終了だ。取ったら大変だな。ちょ、いらないだろ。いらんのつけたな。待て、これ取ったら、だからだ、取ったらこの形作れるかっていう。一回、あっちを押さえとけばいいんじゃないの。
足で押さえといて、こっちで、こっちも押さえといて、で抜いたら、あ、そうだな、うん、抜けやってるか、抜いて、うん、これだけ上にスッて抜けば、うん、じゃあとりあえず行きますよ、はい、この板を取ろうですね、うん、そうそう、これちょっと余計だったんで板を取ることにしました。多分本当はこれが弾かれた時にベルト代わりだったんだはず、うんうん、で、さあ外せるか、ゼロ外れ、あれなんかついてるまだもしかして立ってる、これ取る、うん、取って、あ、いや、行けた、あ、行けた、あ、広がった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 、やばいやばいやばい、広がり、やばい、あ、行けた、大丈夫だよ、大丈夫、ほら、また、あ、もう、こっちのサイトから、ちょっと文字曲げ足は、オッケー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 、来た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 、今、いいね、いいね、いいね、行くぞ、ふたしれって、あいつのせいで、あいつは帰ったらないんだよ、ふたしれって言うから、ふたしよね、じゃあね、ささなく、おやすみ、くるきっとくるじゃん、ミスウトね、ミスウトきっとくる、あ、髪の毛がぽいぽいぽい、こんな感じよね、とどめとどめ、清志のとどめ、いいっすね、いいね、あ、で、これを横にして、塗り上げしていく、おお、すごい、もうですお、いい、いい、お、あ、怖い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 、こっちライン、あ、ラインが来てる、ラインが見えてるけど、あれだな、これな、歪むな、うん、固定しないといけないに、そうだね、完全にずれないように、これと、あれを固定してみて、あ、なるほど、ベニヤ、うん、この、あれ、ね、2倍方を固定すれば、いいのか、確かに2倍方した方を下にするじゃん、まずは、うーお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 ー、じゃ、こっちちょっと、じゃ、まず、円周差360センチの計算というか検索して出るはず、多分円周360センチの直径割ってやったの、114ね、114、114でぴったり回る具合になる、検索したら出るわけよ、だからこれを114センチに切ればよけよ、ああ、なるほどね、大丈夫、大丈夫、痛そうだ、それ1日切れるやつ、肛門がパッカーになる、自分さっきあれ、あれ、自分さっきあの子は肛門パッカーになるやつよ、これ肛門パッカーになるよ、これ、あ、待て待て待て、それジャンピング燃やしていいか、かっこいいとこ見せたいって、かっこいいとこ見せていいか見せちゃっていい、すり傷つくか、かっこいいか、くたくたできるか、怖っ、これ割れるよ、これ割れるよ、これも持ってたよ、割れるよ、割れるよ、普通に入ったスーって入った何事もなかったかに入ったスーってうぅ、すごいいいね、丸るご水車みたいだな、立派、すごい丸太みたい、あ、丸太じゃない、樽みたい、はい、お昼ご飯終わって、午後の部スタートです、はい、ちょっとね、道具買いで、はい、あ、別の動画になるんですけど、美味しいものを食べたんでね、ぜひ楽しみにしてください、ポトフです、最後の曲になります、聴いてください、ポトフです、それっぽく聞こえたんだけど美味しいものを食べたんでね、ぜひ楽しみにしてください、ポトフですコンソメかなーって言ってで、肩を横にして固定してます、固定してなかったらね、ずっとね、転がるからね、うん、これだけ球体なんか、こっちに固定しないと、たわむ、やっぱり、うん